お疲れ様です。今日はですね、現環境オースメデッキに参戦やっていこうと思います。で、今日なんですけど重量級編というわけで、今の環境ちょっと強いデッキがいっぱいあるんですよ。っていうか、まあ、おすすめしたいのいっぱいあるので、ちょっとね重量級とか、まあ、高回転とかに分けてねやろうかなと思います。というわけで早速ね、今日重量級の一つ目がさあこちらエリポンゴレです。はい、でエリポンゴレ個人的にもう本当に高回転を含めてもトップ3に入るというか、もうトップ1-2来るんじゃねえかなと、めっちゃ強いと思ってます。そして対戦するのが嫌いです。はい、よくこのデッキにまくるので、一つ目ねちょっと紹介させていただきます。でダクプリはですね、チャンピオン持ってればユネルヴェあればゴルナイでもいいかなと思うんですけど、なんか全体的には7割8割がダクプリ型です。はい、ゴルナイの方が絶対いいやんと思うんですけど、まあなんか防衛力とか、まあ、なんだろうね、総合的に見ると、あの真ん中端前でインフェの竹取ったりだとか、そういったものをもろもろ含めると、なんか多分ダックプリの方がね、強いらしいです。はい、個人的にはやっぱゴルナイドリームがね、ある方が好きかなっていうのはあるんですけど、7割ぐらいがゴルナイで、緊急したい。まあ1割、2割が、あ、じゃあ、7割がダックプリですね。はい。使われてる7割ぐらいがダックプリで、1割、2割がゴルナイと、あとエリババっすね。はい。まあ、エリババだと、まあ、なんだ、エレージャイとかに勝ちやすくなったりだとか、まあ、そういったとこだと思うんですけど、まあ、個人的にはもうダックプリか、ゴルナイの2択かなと思ってます。はい。で、これ、キング起動されるの嫌なので、ちょっとダックプリに乗っちゃってね。こういうことをして、まあ、近畿対策ですね。はい。これしても近畿度されるかもしれない。さあ、これでかい。これ相手、ロケのディガ削りっぽいんで、これさえも許さない。よし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 、たまたまゴールにもかぶってる。え、これ、勝ちました。はい、早くも勝ちました。多分相手、インフェだと思うんですけども、これな、真ん中ダクペリーめっちゃ活躍するんじゃない。フェニックスも、ぶっちゃけ。やられても卵産でも復活できるって考えたら、インフェの竹取りとかにも使えそうですけどさ、こう相手は一旦ぶっ破していきたいのかな。で、逆サイドを軽く防衛みたいなのが、まあ、相手のしたいことだと思うんですけど、どうしようかな。まあ、一旦やってみる。やるだけ。よいしょ。まあ、やったところでね、なかなかインフェ硬いんでね、みたいな。突破できないんじゃないかなっていう風な思いがあるんですけど、フェニーが、うちのフェニックスは強い。あー、逆サイの時が優秀すぎる。さあ、でも、これである程度のカウンター来ない、かつ、いいディガーだ。さあ、相手はもうインフェで守れると判断して、ゴリ攻めてきてます。俺はね、まあ、逆サイか同サイなのかすごい悩むとこではあるけど、あれ、タルだけで守りたいけど、そう簡単にそんな楽はさせてくれないですね。で、ダックプリ使ったんで、まあ真ん中、ちょっとフェニックス竹取られてるんで、一回諦めます。はい。よしよし、もうこれしとけばいいんだね。インフェデリアンで、ちょっと突破がきついように見えるんですけども、でここしっかり守ります。はい、このダメージを抑えていくと、この後がね非常に楽になってきます。うわー、ジライドラがね先行してんのがねなかなかやばい。もうそれロケ使って、そんなコストがあるんかいお兄さん。これはねチャンスじゃないでしょ。いや、タゲがよ、フェリックス残ってる。いや、ウッドが、ウッドが来るが、いや、これはもうウッドが間に合ってる。行きたい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 、マジでダクプリ一発タギ変われ、タルに行け、変わらない。あ、マジこれ、あの本当にされて嫌なやつ、一番腹立つやつ、もう端前出すだけ、行け、これだけで勝てる。クララオは出すだけが一番強い、証明されてます。あー、でもなんか綺麗に守られそうですね。守られそうですけど、行きます。はい。行って、あとはもう祈る。よしよしよし、これで行くことによって、相手に攻めさせない。攻めさせない。やべえ、マジでチンパンしてる。よしよし。ウッドが回らない。どこで守られてるけど、守られてるけど、ちょっとやばい。
このディガーも無視してさらに行く。やべえかな。冷静に冷静にやばくなってきた。やばくなってきたんで、ちょっと一回待つか。一回ちょっとチンパンしすぎましたね。さあこれではだいぶ怪しい試合になってきました。竹取りたい。お？うわい。なんか始まりチンパンタイムで勝てなかった時がやっぱあんまない。始まりチンパンするとねもう勝ちきれるみたいなイメージがあったんですけども、まあ、最後ちょっとあれだね、もうちょっと前で引いて一回引いてケツゴレしてもよかったかもですね。まあ勝ったし、まあ勝ったし A でしょうというところで、タケルンさんの小屋小屋、いやわかんないけど小屋っすね。久しぶりに見たゴブ小屋リワークされて、まあ多少使用率は上がった方じゃないのかなっていう感じかな。まあそこまで流行りはしなかったっすね結局。さあこれはまあスケキンゴブゴや、まあわかんないですけどちょっと流れはいいのでエリポン置います。結局このぐらいの杖とかってもうエリポン置いてこの後ねゴレの後ろにあのフェリックスと数枚つけとけばなんとかなるっていう。さあこれですね。で逆サイスケトンラッシュ来たらまあ足るだけ、はい、でポイズン相手にはもうフェニックス無双じゃねえ、フェニックスまあライドル両方無双か。でライトニング持ちだったらまあこのライドラはねなかなかいけない。ダックプリで非対心するだとかまあなんかそういったところをしつつ、まあ、ライドラ出さないとかね、はい、まあ、そんな感じで戦えるよね。いやもうこれが強い。もうクリストスね。でランバーも、つけときゃつけとかねなんとかなるんですよね本当に。よくないランバージャックでなんかレイジがさ変わって弱くなったみたいななりましたけど、ゴレの後ろのランバーはねあんま変わらない。うん。今まで通り普通に厄介強いし、たまに小物も処理してくれるって考えるとねなかなかに強いです。さあなんか思ってるよりも守られましたね。今のでタワー折ってくれてもいいかなと思ってたんですけど、さあ逆サイスキャラはダックプリですね、まあ、ダックプリのスキャラの受けとしてちょっと優秀ですね。範囲なんでねゴルナイよりも圧倒的に守れます。はい、はい、でもこれ後ろにもう一回ドラドラつけて見学、はい、ドラドラ見学会いってらっしゃい、まあ、真ん中ダックプリとかもねちょっとうざそうなんでねやってもいいですけど、そこまでやりたいけど、まあポイズン使わしてエリポン立てるのが僕のまあ理想というかね、こうできたらでかいことですね。ウィンドラ来たんでフリーズでもあんのか、あポイズンあったらないです。さああまりランバーのエイムがよろしくないが、でこれライドラちょっと残るだけ相手ポイズンなんできついんでこういうところで攻めちゃいますね。でザッピーだけちょっと厄介なんで、ね、早めに捨てて、ここでフェニックスまで行っちゃいます。はい、もうゴーレムデッキなんですけどゴーレムデッキじゃないです。はい、ごめんなさい。でここでポイズン使わすと、またこのエリポンがね、非常にずるいですよと。こっからはもうゴーレムは飾りです。はい、でもう一回ね後ろからスケラの受けだけねさ準備して、まあ、僕の負け筋はねここで逆サイ端前とかねもう考えながらユニットから警戒のさ端前ゴレドゥン、これはだいぶいい形が整っとるけど、整ってはいるがポイズンで綺麗に守られそうだ。ポイズンですって。さあポイズン使ったらライドラです。もうでしっかり守らなきゃね、ここをカウンターで負けるのが、まあ、負け筋ではあるんですけど、ライドラやばで僕の負け筋の範囲一つこれですね。ここの、まあ、インドラが刺されたったりスケラが刺されたので、さあここだけしっかり警戒してね、もし事故ってもライドラカバーがあるよねの、さあ確実なケツゴレですね。いやマジこのエリポンがねずるすぎてやばい。本当に
で僕のマックスジマジこのスケルトンラッシュだけなんでね、ここだけ警戒してあげれば、まあ、だいぶコスト無駄にしちゃうんですけど、まあ言ってもね諦めざるを得ないと思いきや気づけばトルネゲンダです。はい、っていうマジでなんかエリポンとこのドラドラの組み合わせのね、どっちかに呪文使ったらどっちかが生きるっていう仕組みがね、あ、もう理論上最強です。はい、続いて2つ目がこちらのラバーデッキですね。はい、まあ、重力といえばゴレラバーは基本かなと思います。で、まあ、ラバーも全シーズンぐらいにね、あの世界一を捉えたプレイヤーがいまして、その時はフェニックスがインドラかメガゴかみたいな感じだったんですけど、まあ、フェニックスになって強くなってるので、まあ、ゴリゴリね強いよという感じでやっていきましょう。でマイティよりはスケキンの方がね圧倒的にいいです。でスケキンとかレベルないよって方は、まあ、ババとか縦線でも参るかなと思います。ということでやっていきましょう。ホバフェニスケキン、ホバフェニスケドラ型ですね。まあスケドラとホバリングでファイボー枯渇みたいな感じですね。まあラバパピーも含めてみたいな感じで、まあ、基本的にはもうラバフェニックスを組む安牌な形かなと思います。ラバフェニックス組んで、その後ろにホバをつけるのか、それともスケドラを足すのかみたいな感じで、おー、ライトニング、だいぶ珍しいラバライトみたいな、墓石メガゴライトなんで、まあ、昔のロイジャイか。おお、マジラバライトっすね。いや、これ墓石使うのめっちゃもったいない気がすんで、ちょっと使わないでいって、スケキンの強みは逆サイドも攻めれるんですよね。これメガゴが来る、メガゴが来なかった。さあ後から来たんすけど、いや、やらないでいっとくか、ちょっと痛いっすよね。気づけば1本折れましたね。なんかカウンターが、てかスケドラいらなかったかもしんないね。なんか本当はホバに対してやっぱユニットのメガゴとか、まあ、ガゴとかコウモリとかが出てくるところをこう追いスケドラでね、タイミング見てしばくっていうのが理想な展開ではあった。まあ折れたしいいか。マジラバっすね相手。おー、ラバ対決なんだけど、ちょっと特殊なラバ、まあライトニングになってるって感じか。ファイボが、ライトだと、まあ、逆にホバリングとかスケドラどっちかが強いみたいな。これ、卵を延命させたら、相手からしたら非常に厄介だと思うんで。いやー、ナメイ。このぐらいヤナメ防衛できるんだよね。で、ライト来たらユニット出そうかな、みたいな感じで、まあ、フェニックスで溶かして、だからライト使ってたっけ？使ってないね。フェニックスで溶かしつつの、そうっすね、ここの場になんかいろいろ出しちゃうとライトで一気に巻き込まれちゃう。スケトラぐらいならいいや。何かは生きるプラン、何かは生きるプランでさ、こんな感じでユニットを配置していくと何かは生きるね。スケトラかフェニックスかライトニングで行かれるけど、まあ、どれか残ってくれるやろうと。さあ戦略ならね守りたいんで、負け筋はバルーンからのライトで一気に行っちゃうこととか、この辺、ここはもう溶かす、全力溶かして感じだな。さあスケドラがホバが優秀ですよと、うい、そんな感じか。まあ矢の雨なんでね、このラバ防衛とか、あとはまあロケット押しとかアーチャーとかにはねめっちゃ強いで、矢の雨だとねもうよくある巻き方としてマジアチャマザネクあたりですよね。あとウィザードネクロか、遠距離の HP 体力系をね突破できませんっていうコメントが、まあ、よくあるし、まあ、僕も、まあ、それはね負ける時もあるんですけど、まあ、対処法が一つあって、まあ、絶対それで勝てるってわけではないんですけど、まあ、勝率を上げる方法があって、突破できません、じゃあ突破しなきゃいい。さあこちらねもう一級三戦法ですよ。はい、隅っこじゃなければ渡っていいんでしょっていうようなね考えを皆さん持って、突破できないならじゃあ突破しなきゃ最終的に勝てばいい話なんで、突破しなきゃいいんだよねと思いながら、戦います。なので相手陣地のマザネクとかを、まあ、ディガーやな雨で、突破するパターンねよくあると思うんですよ。ウィザードとか何かにラバープラスのフェニックスという形を組んでディガーをそこに飛ばしてやな雨で突破する、
まあこれは基本的なパターンだと思うんですけど、突破できないんですよ、これがね。やっぱ上手い相手だと延命されちゃう。じゃあ突破しない。じゃあどうするかっていうと、わざとディガーもヤナメを飛ばしません、相手。ディガーとヤナメ飛ばさなかったら、単純に6コース手札に残ってんですよ。さあ、それで、GG まで待ちます。なので、これです、これ。これのファルチョをディガーヤナメで突破するんじゃなくて、突破しません。突破できないんで。スパーキーいるんでね。っていうので、まあこれはたまたまホバがいるんですけど、こういうのもわざと自陣まで待って、自陣でお掃除してあげる。そう。わざと突破しない。あ、でも今回に限ってはなんか突破できそう。はい。まあ、突破できたらすればいい。はい。単純な話ね。突破できなかった時に、自陣で、あ、こんにちはって、もう直接ね、フェニックス当てるなり、スケキン当てるなり、まあプリンセスタワーもいるんで、自陣だと。この自陣のプリンセスタワーを活用するっていうのが大事になってくるんじゃないかなっていう考え方ですね。だからウィザーとかネクロ来ても自陣でラバとかで受けたり、まあ何でもいい、自陣で対応するっていう。その自陣の対応したターンだと、まあ相手もね、今ファルチとかがいないだろうっていうので、そういったタイミングを見極めたりするっていうのも大事になるかなっていう。突破しません、はい、できないんでね。はい。あー、マジでどういうこと。こういう感じですね。こういうファルチとかも相手陣地で処理できないんで、自陣で、まあ自陣、反自陣でね、処理してあげる。で、こういうところをまあ戦うよっていう感じかな。まあ、今度は見捨ててもいいんですけどね、ちょっとユニットが残ってるんで、今回限りはちょっとだけ狙ってください。でも狙って無理だったら無理だったよねーぐらいで、で、おとなしく後ろですね、はい、おとなしくね、潔く諦める。あ、突破できないんだと、はい。まあ今これファルチ回ってないんでね、こういうサイクルになってくると美味しい。あー、うまいなそれ。で、これもうファルチいるんで、まあ無理じゃないですか。なんですけど、今回に限ってはこの逆サイ攻めができるんですよね、このラバの強み。で、このラバが破裂する前に突破したかったんですけどみたいなことをしつつ、だからまあ毎回諦めるんじゃなくて、行けそうな時は行くしね、あ、無理そうだったら引くっていう、このどっちどうすんの相手みたいな感じで駆け引きだね。よいしょ、はい。さあ後ろから行きましょう。スパーキーね、空ユニットに弱いんでね、日曜スケラ用にね、はしまいジャイスケラが負け筋なんで、ラバ出されてこれ蓋します。延命してすごい取り抜きそう。さあ、両サイちょっとなんかいやらしく攻めてあげたいですね。このファルチがやっぱ厄介になってくるんで、ファルチを裂いてないサイドが言ったらラバが刺さりやすいじゃん。おー、めっちゃいってる。で、負け筋これはしまいジャイスケラっすね、僕。なんでこれだけ警戒してあげて、はい。で、650ぐらいだったらラバ薬で勝てそう。サードも追加してあげて、この左サイドまで永遠にキッコクでプレッシャーかけたり。よいしょ。だから対ファルチとかはまあこんな感じでね、相手がウィザードとかでも同じですね。突破できそうだったら突破できしますし、無理そうだったらもうディガーすらも飛ばさずね、守りに行ってあげましょうっていうのが、さあこちらのラバデッキでございます。さあそしてラスト3つ目、おすすめはこちらのエレジャイです。はい、もう重量級代表ですね。重量級界のね、頂点はね、なんじゃいと、エレジャイですよということで、まあゴレにもラバにも強いのはね、もうエレジャイです。はい、まあ、重量級使うならとりあえず簡単ですし、おすすめなのはエレジャイかなと。まあゴレもね、すごいおすすめではある。ラバも僕は好きなんでね、あれなんですけども、まあ、どれもおすすめです。はい、こちらね、ベビーフェニーエレジャイです。で、今流行ってんのはこの方とこのベビドラがタルババになってるパターンがあります。まあ、ぶっちゃけどっちも強いけど、ベビーの方が最初は使いやすいかなという感じですね。で、エレジャイに関してもゴルナイかダークフリーどっちでもいいみたいなところあるんですけど、エレジャイはね、ゴルナイの方がおすすめですね。やっぱゴーレムほど硬くはないんで、まあタワーに届くと強いんですけどね、
これほどはやっぱ届きづらいんで、ゴルナイのね夢つかみドリームも、まあ、だいぶ大事にはなってくるかなっていう感じかな。届けば強いんですけどね、まあ無理やりダメージを稼ぐのも大事になってはくるかな。さあテスラ珍しいな。なんだこれ、これまあディガーが来ても何が来ても橋参りじゃ一旦行きたいんですけど、よいしょ、押してみようか。テスラがあ、あーとか言って、これでもう、ああ、まあのでトルネがなければね勝ち角ぐらいまで入ってた気がしたんですけど、さあテスラ着衣の、まあわかんないですけどえ、トルネディガーが、ディガーがなかったらね全然消えない、全然消えない。アチョクイ使いだ。あれディガー最初飛んできたっけ、飛んできてないっけ。なんか飛んできた覚えがあるんですよね、飛んできた覚えがあるのでクロスではないと。さあでアチャクイはね、エレジャイ受け正面からできればしたいし、まあ、無理だったらもうライトで芝居てって感じか。まあディガロ系みたいな感じかな、ちょっとわかんないですね一旦ケツエレジャイしてね。あれクロス、クロスでした、なんかディガーが飛んできたみたいな気のせいよ、はいと思ってました。さあこの真ん中着衣がね強いっすね。テスラか、さあ金ギドしていく。まあ、これは右サイに行ってくれない、こうなるとちょっと安っすよ。さあこっからの突破がね難しくなってくるっすよね、マジで最初の夢もうちょっと言っとけばよかったかな。まあ相手からしてもこのアチャクにないこのフェニックスはね嫌だと思うんで、いやーこのベビードラのダメージ入るのだいぶ大きいっすね。夢つかみ行きましょう。いやー来たー、はい、これでしか勝てません。多分今ゴルナイ入ってなかったら負けてたんじゃないかな、ちょっとダメージ見てなかったんですけども、まあ、こんな感じで無理やり夢をつかんでいきましょう。
まあ、LJ はね、施設がね、やっぱ厄介になってきますね。ゴールもほどの突破能力がないので、光栄のベビドラフェニックスゴール内に、だいぶ運命がかかってます。さあ、所定レジャイは、まあ、相手がユニット出したならね、それに合わせては、だいぶいいと思うんですけど、真ん中でよかったか。なんかトルネアの近畿道を警戒したんですけど、ウッドなんでロイの方が濃いっすね。さあ、マザネクスケキン、ザッピーロイジャイとかかな。これ、墓石なくなったら、ああ、夢つかみに行きたかったんですけど、あ、やべえ、これ。待って、ゴルナイ。やばい、走れなかった。痛すぎん。まあ、ちょっと。え、トリトリ。狙ってもなかったのに。さあ、たまたまトリポン引っ張った。いや、ちょっと痛いから、いけちゃいます。いやー、なんかフェニックスが入ってる。あれ、こんな展開予想してなかったな。ラッキー。たまたま、マジでたまたまトリトン引っかかったな。まあでも、ザッピー、マザネク墓石なので、簡単な相手ではないっすね。間違いなく。痛いね、だいぶ入っちゃった。でライトかファイボか2種あって、ファイボの方がいいな。さあ一旦耐える。組みながら、まあ、右サイド攻めたいですね。あべ、ベビドラが先行しちゃう。やめろ。まあ、右サイド攻めたいけど、たまたま左になってる。さあ、ゴルナイ。お、ゴルナイが竹取ってくれてる。偉いな。偉すぎんだ。さあ、で、抜けしかユシドから。トリトンにライトよりもゴルナイドリームでトルネで引っこ抜いた方がいい気がする。はい、ゴルナイなんか走ったんか、頭突きで終わったっすね。まあでも3000ぐらいあった相手のタワーがもう全部焦げてるんで、さあ、でトルネだけちょっと構えたいっすね。まあ、ゴルナイトルネでも絶対ダメージが強すぎるんだ。トリトンすらもう関係ない。いけ、あれ騒ぎすぎたか。ちょっと、まあ、ぶっちゃけもうここまでいったらライト削りまで見えます、僕は。とか言ってたらちょっと怖くなってくんじゃん。いやー、ライト削りっすね。もう一発、やっぱファイボなんでユニットをしっかり剥がし、位置を分けてあげれば。さあ、一応右も左も警戒して、うん、なんでー、なぜか右が落ちました。全然見てなかったな。さあ、ラッキーっていうのがエレジャイです。
さあ、というわけで重力おすすめねゴーレム、ラバー LJ、 皆さんもぜひやってみてください。では、お疲れ様でした。またね。